噂のレシピ。こんにちは、柴さとみです。今回は渡辺バークシャー純粋黒豚を使ったメニューをご紹介いたします。ご紹介いただくのは太陽の清川照美副社長です。よろしくお願いいたします。いつも太陽ご利用いただきまして誠にありがとうございます。今回もこちらのセットをプレゼント。応募方法は後ほどお知らせしますのでお見逃しなく。今回使う渡辺バークシャー純粋黒豚は今回で2回目になります。9ヶ月以上かけてじっくり育てたほのかな甘みと細やかな独特の食感が楽しめます。今回は何を作りましょうか。はい、圧力釜を使って4品作ります。座禅豆、里芋煮、焼き豚、ミートソースの4品を作ります。時短料理ですね。忙しい日々の中で生まれた私のオリジナルでございます。圧力鍋に入れるのはこちらの材料。まずは豚肉の下準備。さっとお湯をかけていただいて、そしてジブロックに入れて生姜ですね、そしてお酒とお醤油入れてまして、だいたい30分ぐらい味はしっかり馴染むと思います。鍋にサラダ油、下ごしらえした豚肉を入れ焼き目をつけます。これやんないと、お肉の美味しいのが全部出ちゃいますので、刻んだニンニク、生姜を入れて炒め、里芋、昆布、大豆の水煮、ミートソースに使うハンバーグなどその他の材料も一緒に入れます。薩摩の味、水を材料が浸かるまで入れたら圧力鍋で煮込みます。本当に全部入れちゃいました。はい、もう忙しい主婦の味方のお料理ですので、蒸気が出てから15分待ちます。煮込んだ材料を取り出します。焼き豚さん、こんな感じにバークシャーの、純粋黒豚、こういった感じになります。はい、ミートソースに使うハンバーグと出汁、里芋煮用の里芋を取り分けます。圧力鍋に残った材料は座禅豆に、みりん、醤油、砂糖を入れてしばらく煮込むと座禅豆の完成です。続いて焼き豚の仕上げ、これもすき焼きのタレです。あとこれも煮詰まって照りを出しちゃえば出来上がりです。煮詰めるポイントは、カニさんの目玉みたいなブクブクブクって大きく出てきた時が、そろそろ揚げ時です。あっという間に焼き豚も完成。里芋煮もとっても簡単。みりん、醤油、砂糖を入れて煮詰めると完成です。最後はハンバーグを使ったミートソース。取り分けた鍋に塩、胡椒、刻んで炒めた玉ねぎ、トマト缶を入れて煮込むとミートソースの完成です。圧力鍋を使った料理が4品完成。今回は焼き豚をいただきます。うまみと甘み閉じ込められてますね。焼き目をしっかりつけることがね、お肉の旨みを逃がさないことですので。今回ご紹介した渡辺バークシャー純粋黒豚は太陽グループ各店でお買い求めいただけます。最後にプレゼントのお知らせです。ご覧のセットを一人にプレゼントします。応募は MBC アプリから。皆さんぜひご応募ください。今回も圧力鍋を使った時短料理ご紹介いたしました。それではせーの、噂のレシピ。次回もお楽しみに。